はいどうも、ナミヨリです。ビガモアレジェンド続きやっていきましょう。はい、今回ですけども、チャンピオンズリーグ準々決勝ファーストレグ、バルセロナ戦、そして同じくセカンドレグのバルセロナ戦、2試合やっていきたいと思います。はい、今日バルサとのね、準々決勝です、チャンピオンズリーグ。まあ、ここのレベル、やっぱね、このレベルに来るとやっぱこの相手が来るというね、感じですけども、まあ、ドルトムトはね、まあ、前回、アトレティコに5で粉砕して、なんとか準決勝まで進んできました。だからここでバルサに勝てればもう結構ね、優勝の可能性はパーセンテージ上がると思うんでね、まずはベスト4のこと抜きにして、バルサ戦だけね、集中できれば、いい試合できると思う、ドルトムト。もう結構タイトルかかってる試合多いですからね、本当ね、ここからが重要です。さあ、バルサとの準々決勝、ナミヨリは絶不調です。これは最悪ですね、これね。まあでもどっちにしろもう勝たなきゃいけないから、もう調子がどうとか言ってる場合じゃないですね、今日はね。だからもうサンチョとホーランドは調子いいんで、まあこっちに期待するしかないですね、今日はね。で、今日バルサに関してはメッシ、クライフが2トップ、そしてジーノトップしたシャビ、グアルティオラ、アレニャということで、まあちょっとヤバいのはいますね。まあプジョルとかはベンチ外だね、ベンチ外なんで、まあまだまだ普通に強いんでね、それでも。なので今日はジーノ、メッシ、クライフをどう止めるか、シャビ中盤ですね。バルサのティキタカを止めないと今日はありますね。まずはもうファーストリーグも今日0-0でもいいですね、正直ね。だからセカンドリーグは波乗りの多分調子良くなると思うんで、まあそこで勝負かけてもいいから、まずは最低アウェイゴール1点取って帰れればいいかなと思います。はい、ということでバルサとの準々決勝、これ勝てばベスト4進出に近づきます。まずアウェイ戦ね、やっていきましょう。さあ、ファンプン王です。バルサとの準々決勝です。まあバルサに多分行くことになると思うんだけどな、ミノル。最終的にはメッシ19番か、あ、そっか、ジーノが多分10番つけてるね。さあ、バルサはもうサポーターはもう完全に盛り上がっております。これはまあちょっとジーノとメッシがシャビもいますからね、これね、クライフもいるから、まあちょっと恐ろしいメンツですよ。ここで勝てるか勝てないかでやっぱりドルトムントの名誉決まってくるんで、チャンピオンズリーグ。さあ、まずバルサとのファーストレグです。ここでなんとか爪痕ね、残しましょう。これはジーノ来るよ、ジーノ来るよ。さあ、ジーノは右足で来るのか。ジーノのやばい右足が来た、危ねえ。よしよし、よかった。ポーランド、ここ出せ。よし、出して、太郎今日絶不調だが、ポーランドに何かしらできると思う。出せ出せ、ポーランド出せ。よっしゃ、来た来たよ、ナミノ来たよ、打てよ、太郎左足、よっしゃよっしゃよっしゃ、来た。バルサ戦でナミノにゴール、オッケー、来ました、アウェーゴールです、バスケット。意外だったね、これは。早かったね、バルサでのこのナミノリの暴れぶり。これですよね。いや、ホーランドよく出したわ、あそこね。いや、これよ、ちょっと予想外ですよ、前回これ。まさかこんなうまくいくとはね。ゼフ長よ、しかもこれ。やっぱ関係ですよ、コンディション太郎ね。ゼフ長でもこれ出してしまうというね。これ裏ですよ。誰の裏これわかんないけど。バルサやっぱサイド強くないですよ、そこまでね、守備ね。よし。それでそれで。で、前。前でいいもん、変なことしてんでいい。メッシが来た、まずい。メッシ開いた、開いた、開いた。メッシ左足が来た、危ない。そうよ。で、ここ、よく出した。で、ホーランド出せ、ホーランド出す。そう。ホーランド、もう一回。ホーランド、左足が来た。こう出せ、出せ。そう。俺、やっぱり中盤空いてる。さあ、来た、ドルトムント。さあ、タロー来た。来た、タロー来た。右足、あー、くそ。バルサはワンチャンわからんからな。いや、なんで打て。プリシッチ、左足。うわ、オッケー。誰か、来い。ゲリオか。ゲレロ来た。よし、よかった。ゲレロ。さあ、中。うわ、いいボール。押し。よし、取った。いけ。タロー。うーわ。さあ、よし、ゲレロ出そう。ゲレロクロス、ホーランド、ヘディングシュート。オッケー。これ、俺じゃねえよ。これ、なんで俺が全部行くようになってんのよ、これ。ちょ、待って、ジーノ来るって。おい、やめろ、ほんとに。クリアしろ。まあ、来る、ほんと来る。ジーノ来る。やばい、いた。おい、ライキー。よく回ってるよ。いや、来るよ、メッシ来るよ。メッシ左足よ、わずか左。シャビからジーニョ。メッシあんまりうまくいってない、バルサは。さあ、シャビのシュートか、危ない。グアルディオラ、やばい、ジーニョ一瞬で入ったシュート。クライフ来るな、上げ、入ってきて、クライフやばい、来る、やばい。メッシクロス、よかった。あれ、はぁ、嘘だろ、クライフんとこ。PK じゃないな、踏んでろ、その前さ。俺、お前、前回マシだっつなっつったよな、お前。なんでわかんねんだよ、お前。ジーノ、止め。いやー、そっちか。やばい、メッシ来た。やばい、左足でー、メッシ同点、バルサ。もう、フンベルス、マジふざけんな、お前、ほんとにさ。もう、引っかかった、完全引っかかった、今のは。普通にジーノ来ると思ったの、右足で。これですよな、メッシのやっぱりな、この男ですよ。やっぱりね、バルサ、やっぱり力強さありますよ。まあ、でもわかんない、アウェー点取ったから、まだこっちの方が有利ですよ。いやー、フンベルス、あいつも許さんね、ほんとね。ここですよね、くっつきすぎるとこうなるよね、絶対。タロー、セカンドリーグまで調子戻すか、これ。戻る気合いないんですけど。ジーノ、やばい、ここでやめろ、ほんとやめろ。クライフシュート、バレッサ逆転。もうさ、フンベルスのあそこからも全部おかしくなってんじゃん、これさ。もうマジフンベルスのせいだぞ、お前、あれはお前だよ、本当に。まあまだだから、やっぱり試合前言いましたけど、やっぱりアウェーで取ってよかったね、これね。だからこれセカンドレッグにこれ繋がるからね、これがね。ここでさ、ジーノうまいよね、やっぱね、ここでな、クライフのこの一撃。
そう出せ、そうパロ来た、ハイウト、ピケシュートは、あー惜しい、ここだよここ、ピケ、ピケを釣り出せ、ピケを釣り出せ、そうそうそう、ピケ釣り出して、ロイス、ロイス右足が、おお来たロイス、来たロイス、来たロイス、よし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 、大きいよこのアウェー点、よしよしよし、ロイスですね、やっぱロイス先輩来たよ、ショートコーナーでもらおうとしたけどさね、波乗り、いやロイス途中から出てきたのかなこれね、やっぱショートコーナーですよ、やっぱコーナー絶対こんな起きないからね、ロイスのセンスある右足炸裂一瞬で、よしタロ守備よ守備よ守備よ、あと守備よ、よーしオッケー、まずファーストレグ2です、これ大きいよなこのアウェー点は、これ2点でかいよこれは、まあ、2点やられましたけどこれは想定内ですよこれは、でも点取るしかないからね、アウェーであとドルトムと指定しないだけ、これです、まあ今日はねこれはもう完璧じゃない、やっぱバルサはリアルでもあの CL で負けましたからやっぱその調子が出てんのかな、ウィーレでも、だセカンドレグ、次セカンドレグ無失点で大量得点で勝ってベスト進出決めましょう CL ね、さあ他の試合の結果、マンチェスターシティがパリ 4-0 でアルが前に勝ってると、でアンデルシュがリバプールに勝った、まずドルトムとはねいいねファーストレグだったと思いますが、セカンドレグですね勝負は、さあ次のヘルタベリン戦ちょっと波の裏でやってきます、ブンデスリーガね、そうそうそう、よしよく出した、さあタロよしキープして入ってこい、さあタロ得意のゾーン右足きたー、タロブンデス22点目です、これ得意な形から素晴らしい、ブンデスもこれ勝ってればもう連覇近づくよ、バイエルンがこれで負けてくれれば調子落としてますかね今バイエルンね、いやーこれですよねタロもう今週全部調子いいねこれね、なんかコメントではさなんかさやっぱさあれだよね、なんかリーグ戦が悪くなったら CL がね良くなるっていうね流れでしたけど今までね、その逆ですね、もう全部良くなるというね、太郎のこれ右足です、よーし太郎来た、よーし勝ったオッケー、ヘルタイ勝ちました、これでそろそろもう優勝決まりますよ、多分次の次ぐらいで決まると思う、次のバルサです、次の CL ここで全力出し切りましょう、さあヘルタとのね試合は 1-0 ということで何度勝ちましたブンデスはね、でバイエルも勝ってるからあと5試合なんですよね、だからまああと 2-3 試合ぐらいで決まるかなと思うんですけどね、バイエルがこれ勝てばね、勝てばあと 2-3 試合ぐらいで決まると思うんですけど、だからブンデスも勝ち続けることだねこれはね、うん、連覇はもう目に見えてるんであとは CL です、本当にそこ目指していくだけ、さあバルサとのセカンドレグです、ファーストレグは 2-2 で終えました、でまあこのまま点取られなければドルトムと勝ちなんですけど、まあそんな展開予想できないんで、まあ点取るしかないよね、タロ今日調子普通なんで、まあ点は取りやすいと思う前回より、なので今日はホームで勝つことです、もう今日バルサメッシいないね、メッシはトップ下じゃない、いないし、あれだねクライフとクライフォーとかで G のトップ下ということで、これは変わらないね、シャビもいないからね、今日はチャンスかもしれない、だからちょっとここで決めましょう、本当に勝って、まあ次の準決勝どこ来るか分かんないですけど、まずはバルサ戦だけ集中してここ勝ちに行きましょう、さあこれ勝てばベストフォーです、やっていきましょう、さあホームジグナルイズナパルクです、さあ今日これは勝てばベスト4ですね、2012-13 シーズンだっけ、あそこだって決勝まで行ってるもんね、バイルンとの決勝ありましたけど、リアルの方でね、であれ以来ですよ、いけたらマジで、さあこれ勝てば準決勝、さあ勝ってジーノか、ジーノ来い、ジーノかかってこい、ジーノ、さあジーノ守備不得意な、右足が来た、シュートな、左、さあユースユネフやばい、ジーノ来た、ジーノ来た、ここよここよここよ、右足、あーブネフ、今フォルス中入ってこい、プリシッチ、そうよかった、でホーランドここ行け、よし行け、三丁目、あで打って打って打って右足、よしよしよし、いいわ、よく今よかった、いやートールスか、ジーノ、さあジーノをかわして左足が来た、ダメだね、よし誰これ、トールス、ポーランド、ポーランド開いた、いやシュートは、いやーオッケー、そう出して、そう出して出せ、よし来た、打ってダメだね、右足、おお入ってない、クライフが途中で、待て待て、開いた開いた、コース切れ、やばいコネ来る、やばい中入ってきて、クライフはダメだ、あージーノ来た、うわーバルサ先制、くそいやーこれで点取らなきゃいけなくなったな、これでまだあと1点取ればね勝ちですよ、まあそこまで今慌ててないですけど、まだ全然40分ぐらいあるんで、やっぱ来るか、メッシとシャビがいなくてもこれだもんな、ちょっと予想外なこと起きましたねこれね、いやージーノか、いや中さこれさ、いやークロス簡単に上げさせるね、これ中のしかも対応ですよこれ、そうサンチョ、サンチョ出せ、タロ本気で行くから、ここからタロ行け、タロ行け、よし、さあタロ相手右足が来た、うわー嘘、すぐ出す、すぐ出す、すぐメロメロメロ、ここでメロ、ここ出せ、よくやったタロ行け、右足、おー嘘、よくやった、よしよしよし、開いた、おまめおまめ、おーまめ決めろよお前、おいおいやめろ、広い広い、よしよしよし、行け行け行け、いけ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 、俺引っ張る引っ張るから、俺引っ張る引っ張るから、引っ張るから、いい、打て打て、おバーカお前、ほんと打てよお前さ、当てようザーカド、お前これでよし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 、いけいけ、よし行った、バルサお前らもくたばれ、ここで
さあ、いけ、前行け、よしよしよし、ザガで行け、左足、左足、よし、ザガで、よしよし、左足、左足、左足、優勝だよ。もう、なんでだよ、本当にさ。でも、あのクロスさ、もう、サイド、お前、クロスやらせんな、本当にさ。いくよ、お前ら、もう。もう、ファーストレグでもうさ、蹴りつけてたじゃん。なんでしかもメッシとシャビ入れるのやれんだよ、お前ら、本当にさ。まあ、だここがやっぱ違うね。やっぱ、バルサは、毎回試合出てるから、そこのね、力の入れ具合とね、加減が分かってるんですよね。で、ドルトムントすごい分かってなかったんで、やっぱり、試合でのね、経験不足ですね、これはね。だからもうね、ドルトムントこれも最後ですけども、次のクラブで、試合のね、ちょっと優勝目指していきたいと思うよ。次のクラブだったらドルトムントよりは格が1個上だからね。いやー、これがチャンピオンズリーグですよ。ファーストリーグ良くてもセカンドリーグ分かんないと2試合方式ですからね。他の試合はパリ勝ったね、シティに。そしてレアルが 2-0 でリバプールが 4-1 ってことでね。これでドイツ勢は消えましたね、完全にね。まあ、ドルトムントよくやったことだと思うよ、これは。やっぱただ一人の力でどうにもなんないってことですね、これはね。はい、今回ねバルサにね、まあ勝ってないんだよね、1回もね。まあ 2-2 でここはアウェーでアウェーゴール取れたんですけど、まあ、勝ってないっすよ。だそこは差だね、本当ね。勝ちきれないところのドルトムントの甘さだね。そこ出ました。で、あとはもうブンデスですよ。ブンデス2連覇とポカールの優勝かかってるから、ね、まあ、そこ目指していきたいんですけども、まあ、次のフランクルト戦からデッセルドルフ戦まで、ここは僕らやってきます、4試合ね。ここでまあ決まるんですけどね。いや、ちょっと待って、これさ、あれだよね、どっからこれ4試合やってきてると優勝決まっちゃうから、まあちょっとボルスブルク戦まで様子見ます。ここら辺で様子見て、まあ、もしかしたらウニオンベルリン戦かディセルドルフ戦やるかもしれない。うん、バイルのね、残りの試合での勝ち点どこまでいけるかっていうのを計算して、ちょっとねどこでやるか決めたいと思いますけど、はい。まあ次でもシーズン終わりますよ、もうチャンピオンズで終わっちゃったからね。なので、まあ次しっかり終えて、本当に今シーズンしっかり締めて、涙はね、来シーズンビッグクラブに行く、さらに上のねクラブに行く準備したいと思いますよ、これね。だから次しっかりブンデスポカル取って締めたいと思います、今シーズンね。はい、という感じで今回ここまででご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。See you。さあ、ここあとブンデス一本集中するだけ。タロ負けんな、タロ来た、はい来た、右足のシュート来た、よっしゃ、タロ22点ブンデスリーが来ました。この男やっぱブンデス優勝に導く2連覇、もうシエル負けたから、もうここしかねえよ、これ発散するしかねえよ、バルサに負けた分ね、これね。いや、もうタロはね、昨シーズンブンデス優勝の瞬間味わえなかったですから、怪我でね、そこの分をここ話したいと思うよ、残りの試合で。まあ太郎もこれはもうね、長谷部弾き飛ばしたからね、あのね、ザガードよくやった、よくやったですね。中入ってくるよ、太郎が入ってきて、さあ入ってきて、さあまた右足が炸裂シュート、太郎2点続けてロングシュートで決めました。これですよ、ここね、やっぱ太郎素晴らしいですね、これは。いやー、もうね、太郎のキャノン砲はこれちょっともう入る率がすごいもんな。ファールじゃねえの、おい、こいつらもいい加減しろ、本当に。ホーランド来た、ホーランド、ヘディング、ホーランド来たー、よっしゃ、ドルトムント3点目、ホーランド来た、これですよ、やっぱ攻撃力とんでもないことになってんね、CL 終わってから、これ。やっぱね、ここで一点集中できるのね、やっぱそしたらドルトムント本来のちょっと出ますよ、これ絶対。出せ出せ。そう、ホーランド来て、ホーランド来た。さあ、来た、タロ来た。はい、タロ来た、タロ来た。左足、来たー、タロ、ブンデス24点目来ました。このとこやっぱ連覇に必要なとこです、これは。でもホーランドからだからね、これね。やっぱね、バルサとやったから、もうそこまで本当強くないです、本当にもう。バルサとやった経験がやっぱ生きてますね、これね。うん、これはその次のクラブに浮かせればいいんですけど、サロはやっぱドルトムントの伝説の選手となってこれを終えることだね、今シーズンは。遅らせろ。あ、やばい、来た、やばい、左足、フランカル出て返してきた、誰、ユスフが来ました。ちょっとね、プリシッチのフォロー誰もいなかったっすね。でもフランカルとこいつら喜んでるね。よし、終わったろ、よーし、上がった、ドルトムント勝ちました。ブンデスも結構連勝してますからね、これね。もうそろそろバイルンが落ちてくれることを期待しましょう。もう次の次ぐらい決まりそう、本当に。トップして入ってきた、おいおい、待て、これないぞ、おーい、シュート、バレッセ先生、いやー、ヨシブが来ました。もうなんでこれさ、もう裏やばいね、もうフンベルスももう親父だからさ、もうどうしようもねえんだよ、これもう。お前だよ絶対、フンベルス、今裏お前だろ絶対、取られたのこれ。シュート、ドルトムント前回のフランクの戦から失点しすぎ、ほんとにこれ。さ、じゃあ出せ、さら出せ、ファールじゃね、ファール、よしよし、来た、おしょく、なんか無回転蹴ってほしいというコメントもあったんだけどね、無回転ちょっとやめるよ、自由だからね、ここは。さあ、太郎、ここで決めろよ、よっしゃ、来たー、よっしゃ、ボルスに同点、太郎26点、ブンデスリーガ、さあ、審判もサミスのこれです、オッケーです、この人がブンデス優勝に導くの、熱波に、オッケー、ざまみろ、ボルス、お前ら、言ってだけ調子のんじゃねえよ、太郎がいいんだよ、こっち、ブンデス、バロンドールだぞ、バロンドール受賞者がいいんだぞ、勝てるわけねえだろ、その相手に。これですよね、太郎のこの意地、このね、フリーキックですよ、ポスト当てて、あと10分でに不可能じゃねえぞ。さあ、入ってきた、やばい、フンベルス、右足、ボレスブルク、勝ち越し来た、もうさ、フンベルス、お前、シュートの好きでって、お前さ、教えるから、お前ずっとやらかしてる、お前さ、お前もう一体だよ、出てけ、お前は。
もう何やってんのお前ら本当に。これさもうフンペですお前、出てけお前本当に。強いだあいつはもうさ、チームのさ若返り図るためお前いなくなれ、ダメだお前。前前出せ、プラント出せ、プラント出して、そう太郎行け、右足よーし、じゃあ来た涙行きました。27点目ブンデスリーガ、この30点到達までもう少しですよ。これこれですよ、審判マスきました太郎。よし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 、いやもう前回ねボルスに負けてるからさ、もうここは決めておかないと本当に話になんねこれは。よしよし、これでもうブンデス連覇近いよ。バイエルンもねちょっとずつ調子上げてきてからね、ここで勝てないと本当にまずい。ただもうあと2試合まで勝てばもう決まりだと思うんですけどね。いやこれプラントよくやったよ、ここでポーランドではね落としてたねこれはね。ナイスナイスナイス、よくやった太郎、惜しいぞいいぞ、おいっと入った、入りました、ベルリー4ゴールです。ざまみろお前ら、これがドルトモンド怒りだ、前回負けたな、お前ら全部ぶつけるよこれは。うまっぷりを見せるお前らの、くらえ太郎が、ファールファール、よしよし、きたきた、くたばるお前らも、あの壁の右ぐらいで行こうか。さあ来たろ太郎、決めろ、よーっしゃ来た、ブンデスリーガやってみ太郎、素晴らしい、来ましたこの男、まだまだ決め続けるこの人、いやすごいねほんとね。もうこれもう今日の試合でも連覇決めていいんじゃないの、これ決まると思うけどね。調子乗んじゃねお前ら、やばい、くるくるくる、なんで相手のこんなに、おい飽きすぎ飽きすぎ、シュート、ベレリン展開してきて、ローレンつきました。もうさもう知ってすぎ本当に、これ何回見せんのよこれ。これだからねやっぱ終盤戦勝ちきれない部分があるんですよこれね、落としてる試合が何個もあるというね。やばいぞザガド、大丈夫かこれ、クロス来て、やばいやばい、くるくる、いやシュート、ウニオン2点返してきた、2点目だよこれ、ちょっともうひどいってこれマジでさ、何回これやらかすのこれ。もう3人ですよこれで、1点差だよこれで、もうさお前リュウさんダメやる、お前らもうここで、おいあ、PK? いやー、ざまみろバカお前ら、本当に。これですよ、待ち当たりですよ。もう、ウニオンはお前ら。さあ、太郎、これ、行きましょう。右上で行くか。もう、なんかね、PK もなんか、決め率低いね、本当に。さあ、太郎、決めろ。よーっしゃ、来たー太郎、来た、ブンデスリーガやってみ、来た、これでも優勝決めようぜ、もう。太郎、次出れねんからさ、累積でさ。よーっきゃ、ざまみろ、ウニオン。これが太郎の力で3点1人で取るというね。いやー、もうね、太郎がいなかったら今シーズンどうなってるかですよ、本当ね、取ると恐ろしいですよ、これは。太郎がからこの位置に入れるというね。まあ無理はもうバカですねこれはね、もう頭おかしくなってるんですよ、だからこんなことすんの。いやただ君家苦手だったけどやっと落ちて決めました、ちょっとひどすぎるよこれは。勝ったー、ドルトムント勝ちましたが、この試合で決まらなかったな。いやーちょっと次タロの優勝の瞬間味わいなさそうだなこれ。次でちょっと決まっちゃいそうな勢いであるよ、だってあと2試合でしょこれ。